おはようございます高野雲ですでサンジョルディさんからのお題目で「瀬、え、表、ー、では名盤とされているんだけれども実はあんまり聴かないアルバムということで「教えて嫌いなジャズ名盤」という動画を先日アップしたんですけれども、えー、いくつかコメントをいただいておりまして、えー、先日もアップしたんですけれどもねコメント紹介まだ残っているコメントもありますので続きということで、えー、他の投稿も紹介したいと思います。 えー、どこまで紹介したかな長井さんは紹介したしトイペットアイガングさんも、えー、紹介しましたね先日アップしましたねえー、それであ、サンジョルイさんからもコメント来てますね、えー、読んでみますコメント返しありがとうございましたハービーの違和感のハービーとはハンコックですあ、ハービーの違和感ってニコルスの方なのかなーなんてね動画で語ったんでねまあハンコックの方の違和感ですとマッコイの違和感の方が良かったかもしれませんかっこ笑い で、ク、え、マ、ー、さんが、まあ、パラレルワールドの大江戸のクマさんですね、クマさんがなんとなく聞かなくなってしまった名盤あるある、オスカー・ピーターソン、プリーズ・リクエスト、カッコ・バーブ、これはあるね、他にも書き込んでいらっしゃる方いらっしゃいましたもんね。で、次、デイブ・ブルーベックのタイムアウト、コロンビア。これも あれですよね。テイクファイブ聴きたさで買ったはいいものの、もう何回かテイクファイブだけ聞いて飽きちゃったっていう人いそうですね。でもブルーロンド・アラタークが実はこのアルバムの一番すごい曲だと私は思ってますけれどもね。とはいえ、 A 面部しか来てないな。アラタークとテ,テイク5が入っているね。裏の方、B 面の方、<laughs> ほとんど私、聞いてないかもしれない。<laughs> ということで、なんとなく聞かなくなってしまった名盤に入るかもしれませんね。私の中ではね。で、次が、スタン・ゲッツのゲッツ・ジルベルトバーブ。これもそうかもしれませんね。あるあるですね。最初は多分、イパネマの娘が入ってる A 面の方を、あの、皆さん、好んで聞くと思うんですけど、 私はもうほとんど英面聞かなくなっちゃって後半の方ね CD と後半の方 B 面の方が聞く頻度高いかもしれないなやっぱソダッソサンバがいいんですよねソダッソサンバなんだかんだ言ってやっぱゲッツ聞きてえなーって感じですよねあのゲッツの素晴らしいブローをね堪能できるナンバーなんですよねもうボサノバとかそういうの忘れちゃってですねゲッツってゲッツ聞きてえみたいなね感じで私は B 面の方のソダッソサンバをよく聞きますけれどもね、まあ、言われてみれば あの最初はねアストラット・ジルベルトのあのボーカルに魅了されてよく聞いたもんですけれどもイパネマの娘なんか飽きちゃったのかな最近全然聞いてないわそう言われてみれば <laughs> また後でちょっと聞いてみようかなもう夏だしね <laughs> ということでまあゲッツ・ジルベルト名盤とされてはいますけれども、まあ、確かにね まあ他の方は分かんないですよ、これやっぱ聴いて飽きない名盤だと思ってますので、まあ、飽きずにもう何十年間も聴き続けてるよっていう人も多いと思いますけど、まあ、私の場合はやっぱりソダストサンバーアルバムになっちゃいましたねってことであの、タイムアウトの,あのブルドン・ド・アラタークと同じで、1曲限定劇名盤になっちゃってるっていうところからしてみれば、なんとなく聴かなくなってしまった名盤になっちゃってるかもしれませんね。 で次、チック・コリアの「リターン・トゥ・フォーエバー」これは聞いてないなー、カモメのチックで、ね。<laughs> うーん、あのラ・フィエスタとかはすごいなーと思うんですけれども、あんまり聞かないな,ー <laughs> な、なんだろうね、クリスタル・サイエンスがあ、サイエンスじゃなくて、サイレンスね、2曲目はよく聞いた記憶がありますけど、まあ、多分長いからかな、演奏ね。 ジャケットとかも素晴らしいし、内容も素晴らしいんだけど、な,なぜか、私の場合はですけどもね、触手の起きないアルバムの一枚なんですよね。カモメのチックね。お城のエヴァンスと共にカモメのチックは、やっぱり私の中ではあんまり聞かない名盤になっちゃってるかもしれませんね。だから、サンジョルイさんに見抜かれてるような気がしますね。怖いわーって。で、最後、マルオルドロのレフトアローン。まあ、そりゃそうだよねって <laughs>。 <laughs> これも1曲限定劇だね、キャットウォーク2曲目ばっかり聴いてますよね、もう。あのー レフトアローンとかね、一曲目の、それこそ J さんじゃないけど、あの、次に聴くのは50年後みたいな、そんな感じですよね。エアジンとかもいいですけど、エアジンもあれは暗いよね。まあ暗いからいいんですけどね。いけいけ、もっと暗くなれ、どんどん地盤沈下していけって、あの地盤沈下ピアノが楽しめるんですけど、まあ毎日聴きたいと思うような演奏ではないですよね、エアジンね。なんか私の中では、やっぱりレフトアローンというアルバムは、 うん、やっぱキャットウォークと、あのキャットウォークの,あの出だしのベースとかすごいいいじゃないですか。あのこっそりそ、こっそり、のっそり、のっそりとですね、<laughs> こう静かに入っていく感じとかね、うん。あの気配みたいなものがたまんないですけど、まあ、キャットウォーク名盤ですね。だから、エアンも、あのーまあ、5年に1回ぐらいだけどね5、さすがに50年とは言わないけど、聞きますが、 うん、これもあれだね1 <laughs> 曲名盤になっちゃってますね私の中ではね「ベツレヘムのレフトアロン」サンジュリーさんすごいねなんか私の生活覗き見されてるような気がしますね、まあ、本当に1曲限定劇のアルバムばっかりこうのっけられてあったような気がしますねでなぜか1行 空白が空いてマ,ルロクマイイルルスデビスカンンドブルコロンビアあアこれはね、投資で聞きますよ、よく。これはやっぱりね、別格だな、私の中ではね。えー、で、次がまたなぜか、謎の一行開業があって、トニー・ウィリアムスのスプリング。これもね、あのー、 私は A 面限定でよく聞くって感じ、B 面あんまり覚えてないですね。かっこいいアルバム、すごいかっこいいアルバムなんですけど、シャープでね、でシャープすぎてとんがりすぎてですね、逆にちょっと聞くときに気合が必要なアルバムなので、あんまり聴いていないかもしれませんね、なんて思いました。まあよく見抜かれているなぁと。まあ パラレルワールドの江戸にいるクマさんって実はあの私なんじゃないかっていうぐらいねクマ、まあ、さんとクモさんと名前ちょっと似てますからねなんか見抜かれてるような気がしますねもし私がパラレルワールドにいたとしたらきっとあれですねせっかちなクマさんとしてもえご隠居ご隠居なんていつもあのお茶飲みに遊びに行っていたかもしれないななんて思いましたでそのコメントに対して J さんから サンジュリーさん手にコメントが来てますね。確かに当時は、はー当時はハービー F の要素強くなり、プラグドニッケルなどの妖艶な感じから、急変に今でこそ違和感感じませんがとありますね、うん。で、サンジュリーさんが、えー、F の要素とはファンクの要素という意味でしょうかとコメントをしていますね。ハービーハンコックのネック ここににリズム主体がととしししてててもも徐々にファンクへと変化いいくののを考えてみるのも楽しいで、すすねねと、えー、返してます、ね、でそれで、えー、サンジョルディさんに対して J さんがそうそうと、つまり F の要素とはファンクの要素だよんってそうそうと返してますね。で、えー、サンジョルディさんが J さんにサングラスマークの返信をしています、ね。なるほど、わかりました、みたいな感じなのかな。で、私は、えー、っと、サンジョルディさんの うんと「ハーミー・ハンコックの根っこにリズム主体があっても徐々にファンクへと変化していくのを考えるの楽しいですね」に対して、えー、その背後に「ドナルド・バードの影あり」って変身していますけれどもねやっぱりドナルド・バードって後にね少しずつあのハードバップからファンキーそしてソウル路線へと移行していきましたけれどもやっぱりドナルド・バードのルーツがすごく。 ゴスペルな感じがするんですよねでその影響あのあれなんですよねマイルスのバンドに移る前はハビー・ハンコックはドナルド・バードのバンドにいたんですよねだからもしかしたらその頃まだマイルスのバンドに参加する前ドナルド・バードからいろいろファンキーな要素だったりファンクの要素だったりそういう教授を受けていたのかななんてね勝手に推測してますけどシャンジュリーさんも。 同じような推測を働かせているようなコメントを頂い,いてますけどもね、過去にね、もしかしたらドナルド・バードの影響が濃厚だったのではないかと、マイルスバンドにあの所属していても、かつての親分のライブとか聞きに行ったりとかしてね、親分、親分って、元親分みたいな、最近なんかいいのないっすかねなんて、それで話、花を咲かせていたのかもしれませんけれどもね、うん。これからは、 まあ、R&B だよなんてハンコック君なんて言われて「そうカすか?」なんて,て「実はね私はこういうリズムで今度やろうと思ってるんだけどね」なんて言われて「あそうなんすかじゃ俺もやってみようかなおいらもやろうかな」なんて「できましたウォーターメロンマン」なんてやってたのかもしれませんがいやわかりません妄想です本当に、ね、<laughs> でもやっぱりドナルド・バードの影響って少なからずあるんじゃないかなと私は思ってますけどもねでそれに対してサンジョルディさんからこのような返信が来てます えー、確かに、まあ、ドナルド・バードからの影響ね、えー。ハンコックがドナルド・バードのバンドにいた頃、2人にどんな化学変化が起きたのか知りたいものです。あと、ハンコックは若い頃のクラシックの影響は指摘されますが、案外仲間とジュークボックスでソウルミュージックを聴きまくっていたりして、かっこ笑い。で、私は、えー、ハンコックのことですから、ありえそうですねと返信していますけれどもま、まあ、まさにそうかもしれませんね。ハンコックね、もちろん教養として、 ククラシックでも本当に若い頃からですね10歳ぐらい9歳か分かんないですけど本当に小学生の頃にもリサイタル開くほどの振動だったんですよねクラシックのねだからもう鍵盤の基礎もバッチリな人なんですよだからまあ逆に言えば何をやっても大丈夫な肉体になってるわけですよねあとはもう好みで自分がやりたいことを具現化できるだけの技量を持っているハンコック君のことなのでやっぱり関心がやっぱり。 ファンクだったりとかね R&B のテイストになればそれをちゃんと実現できるだけのもう指の基礎があるんで、うん、もうあとは何でもござれって感じですよねだからまあもちろんクラシックからの影響とかねスピーク・ライク・ア・チャイルドとかあとはブルーノートのもう一枚あのそうそうそう「少女公開」とかねあの辺りは、まあ、濃厚にクラシックの影響も感じられますけれども、まあ、それとは別な側面としてやっぱりこう ゴスペルだったりとか、もう黒人音楽のね、ルーツに根ざすようなあのものも、すごくハンコックにはもう一面としてあるわけですよね。まあ、血と教養の差みたいな感じ、あの教養としてはクラシックの素養、教養はもちろんあるんですけど、幼い頃からね、一生懸命訓練してきたね。だけど、血みたいなものとかもあって、もう、生まれながらにして持っているものみたいな、生まれながらっていうのは、ほら、ウォーターメロンマンって、 いいう曲もあの小さい頃よくやってきたスイカ売りの声をねスイカスイカスイカはいらんかねーみたいなちょっと分かんないですけど <laughs> そうやってあのスイカを売り歩いている男の声をあの思い出して作った曲みたいなねそこでをモチーフにして作った曲みたいなことをね語っていますけれどもそのような幼い頃から聞き覚えのあるですね自分のこの生活とかそういう。 地域文化に根ざしたそういうフィーリングみたいなものもすごく大切に持っていてでそれを音楽として具現化できるだけの能力のある人だったんだなと思いましたそういうことで三獣さんいつもいつもネタ提供ありがとうございます 本当ね、サンジョルディさんの投稿でこの動画が持っているような感じが最近してますね。まあ、サンジョルディさんだけじゃなくて他の方からのですね、投稿もコメントもあるからこそもうコメントなければ私、多分ね、この動画もう今1500何本に達してますけどなんかすごい数だなと思いますけどよくまあしこしことアップしてるななんて思いますけど多分ほ,ほとんど コメント返しの動画ばっかじゃないですか。もう私アップしてるの。だから多分コメントが、えー、なければですね、コメント返しの動画がなければ多分365本ぐらいで多分終わっていたと思いますね。この動画もね。だから残りの1200本ぐらいは本当に皆さんからのですね、コメントのおかげで持っているようなところもありますので、本当に感謝感激でございます。ありがとうございます。これからもですね、まあ、どんどん面白い投稿、 よろしくお願いいたします。面白ければどんどん紹介しますので。<laughs> ということで、えー、今回はですね、えー、嫌いな名盤というか、名盤なんだけれども、製評では評価が高いんだけれども、あんまり実はそれほどでもないなという動画じゃないや、ジャズなるも教えてくださいという動画にいただいた、えー、コメントを紹介させていただきました。ということで、えー、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ